すでにリングを怪しげにうろついておりますチャレンジャーのスタンハンセンです。川田の肩越しにスタンハンセン、チャレンジャーのハンセンが見え隠れしております。静かな瞳でハンセンの動きをじっと追っていきます。今この日本武道館で19回目のそして33回目の三冠統一ヘビー級選手権試合のゴングが鳴らされました。チャンピオンが川田俊明、そしてチャレンジャーがスタン・ハンセンです。ハンセンコール、川田コール、一つ湧き上がったところで観客の声援が落ち着きました。両者がっちりとタイミングを図ったように組み合います。サイドのヘッドロックがスタン・ハンセン、まず川田が小脇に肘を当てていきます。ロープに振った、いきなりキック、ハイキック、これはこめかみ、ショルダータックルはハンセンです。一進一退、そしてもう一発ショルダータックル、スタン・ハンセン何を持ってくるか。おっとドロップキックです。いきなり川田を場外に叩き落としましたスタン・ハンセンです。さあリング上、おっとハンセン飛ぶかな、ハンセン飛んだ、強烈な先制パンチ、スタン・ハンセン仰向けに倒れます。チャンピオンの川田俊明です。まず最初場外戦です。そしてすぐさまエプロンサイドからチャンピオンの川田をリングの中に引き戻しましたスタン・ハンセン。そしてボディースラムです。サッカーボールキック、さあまず先制パンチを見せました三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、チャンピオン川田、そしてチャレンジャーハンセンです。激しい睨み合いから水平チョップ、張り手です。ハンセン手さぎりのチョップからスピンキック、川田も負けてはいません。サッカーボールキックのお返しです。凄まじい両者の価格です。放送席の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、まずハンセンが飛んできましたね。そうですね、もう長いこと要するに三冠から遠ざかってますんで、はい、要するに彼のがこのシングルの要するにそのチャンピオンに対するその思い入れってのは結構強いものがあると思うんですよね、なかなかチャンスが回ってきませんでしたんでね、はい、でやっぱりずっと狙ってるのは狙ってましたからね、はい、やっとチャンスが来たということで、そのなんていうんですか、この試合に対するもう本当に気迫っていうんですかね、それがそうですね、あの序盤戦に出てますよね、このスタン・ハンセンは過去3回ベルトを巻いておりました。92年の8月に三沢に敗れて以来ベルトから遠ざかっています。タイトル戦となりますと93年の10月、一昨年の10月以来遠ざかっておりますスタン・ハンセンです。去年は三冠戦はおろか世界タッグ戦もありませんでしたスタン・ハンセン。さっきのシリーズ1月25日福島大会で田上明と挑戦者決定戦を戦い、ラリアットで自らこの挑戦権をつかみ取りましたスタン・ハンセン。桃田さんお話のようにそれまでの欲求不満が爆発した格好となって序盤戦川田を攻め立てていきます。今度は下半身へのタックルです。川田が大きく後ろへのけぞって倒れました。一方の川田俊明が今日が2度目の防衛戦ということになります。初の防衛戦は先シリーズ、あの阪神大震災から2日後大阪府立体育会館での小橋を相手にしての防衛戦でありました。60分フルタイム引き分け、これにより防衛を成し遂げております川田俊明、以来2度目の防衛戦ということになります。桃田さん、はい、まあ、この2度目の防衛戦の相手がハンセン、はい、川田にとってはまさに最大級の試練ということになりますね。そうですね、要するにもう何ですか、これ以上ない試練に近いんじゃないですかね、やっぱり、明治ともにあのハンセン選手を破るということがやっぱり何ですか、その今の全日本の頂点に立つ、はい、そうですね、いうことになりますからね、まあ、去年ウィリアムスの大活躍でハンセンが、まあ、一歩引いた形にはなりましたが、はい、依然としてハンセンが外国人レスラーのトップの座を占めていることは間違いない、間違いありませんね、ということですからね、まあ、この川田対ハンセンといいますとシングルの対決は過去6回あります。ハンセンが5勝1敗と大きく川田を勝ち越しています。川田の1勝は93年のチャンピオンカーニバル、ハンセンを蹴り倒しての見事な勝利でありました。この三冠戦となりますとハンセンとは92年の6月、ハンセンが21分18秒で川田を下しています。三冠戦での2人のシングルの対戦はこれが2度目ということになります。このシングルの対戦相手、はい、
大きく負け越している相手を挑戦者に迎えるというこの川田の心境はどうなんでしょうね。あのですね、やっぱり最後の要するにあの去年のですね、去年一昨年ですか、はい、の、 あのチャンピオンカーニバルで要するにあのハンセン選手を破っているということで、はい、要するに一度勝つと、はい、要するにその精神的な要するにプレッシャーがだいぶ抜けるわけですよね、だから要するに それが強いては要するにあの三冠戦を出しできた原因にもなると思うんですよね。そうでしょうね、まあ確かに対戦成績でハンセンが大きくリードしているとはいえ、まあ、これはもうチャンピオンになった川田にはほとんど参考にならないと言いますか、大きな精神的ハンデにはなりませんからね。なりませんね、川田は何としても欲しかった三冠のタイトル、去年の秋この日本武道館で10月にウィリアムズから奪っています。それ以来の武道館の戦いということになります。三冠での戦いということになります。川田俊明、あの時はウィリアムズを破って懲りずに俺を応援してくれたファンにありがとうと言いたいと素直に語っておりました川田俊明です。今チャンピオンとしてスタンハンセンと相まみえております。さあこの辺り時間帯5分を経過しました。60分の一本勝負、場外戦ではラフサッポー、一枚上手はスタンハンセンでしょうか。しかし川田も日本人レスラーの中では外国人レスラーにも勝るとも劣らないラフサッポー、いわゆる蹴りを中心とした激しいファイトが持ち味であります川田俊明。さあ蹴ってきた、蹴ってきます。足にはうるさい男です川田俊明。体勢を崩しながらでも蹴っていきます。ハンセンは今度はエルボーでお返しです。三冠統一ヘビー級タイトル、このタイトルは PWF ヘビー、 UN ヘビー、インターヘビーの3本のベルトからなっております。1989年4月18日東京大田区体育館でインター王者でありましたジャンボ鶴田が PWF そして UN ヘビーの2冠王者だったハンセンを下して統一いたしました。以来数えて33回目の三冠統一ヘビー級タイトルマッチです。川田のニードロップ、ハンセンも蹴っていきます。リングの中央です。ズバリ桃田さん、はい、この2人勝負を分けるポイントというのはどのあたりに見てらっしゃいますか。そうですね、やっぱり、お互いの得意技をどれだけ要するに効果的に、要するにその使えるかと、はい、要するに逆に言えばですね、どれだけそれを防げるかということにもなりますよね。要するにだから、まあ、ハンセン選手だったらラリアット、はい、どうやって使わせないようにするかとか、まあ、それは要するにもうお互いもう相手をよく見てますし、よくしてますから ね、まあ、そこら辺の駆け引きと、はい、あとは要するにもう過去にない技で相手の意表をつく以外にはやっぱりね、なかなかチャンスってのは生まれてこないと思うんですよね。そうでしょうね、まあ、シングルの対戦が過去6回あるとはいえタッグなどを含めますともう数知れず対戦しているわけですからね。そうですね、まあ、川田は蹴り、そしてストレッチプラム、パワーボムといった得意技があります。そしてハンセンはなんといってもデビュー以来20年以上世界のトップレスラーとしての地位を守り続けてきたあの黄金の左腕、ラリアットがあります。そしてパワーボムがあります。最近ではドロップキックなども多用してまいりますスタンハンセンです。こういった得意技、どちらがどれだけ防いで、あるいは使わせて己の最後の切り札を出してくるでしょうか。このあたりがポイントになりそうです。このまた2人とも座っていても攻撃出していきますからね。そうですね、さあチョップからカバーします。片襟固め、おっとこれは跳ねのけましたが川田が目のあたりを抑えながら仰向けに倒れています。60分の一本勝、95年最初の日本武道館大会95エキサイトシリーズ短期決戦2週間春の雷、そして春一番武道館開花宣言と銘打たれております。日本武道館大会三冠統一ヘビー級選手権試合です。第12代チャンピオン川田俊明、2度目の防衛戦、チャレンジャーはスタンハンセンです。ヘッドバットを一発、そしてブリンバスターの体勢、ブリンバスター高速度でありましたスタンハンセンです。この最終日本武道館大会、ジャンボ鶴田選手も参戦しておりましたが、鶴田選手に伺ってもこのスタンハンセン1年5ヶ月ぶりのタイトル戦、彼は相当燃えているはずですとジャンボ鶴田選手も話しておりました。スタンハンセン序盤戦からペースを掴んでおります。
ニーを落としていきます。いや、エルボーを落としていきます。カバーに入ったファー、カウントは2。久々のタイトル戦になります。スタンハンセンです。なおも踏みつけスタンハンセン。過去3回この三冠ベルトを巻いているスタンハンセンです。初めて三冠統一チャンピオンになりましたのはスタンハンセン、1990年6月でした。この同じく日本武道館でテリー・ゴディを下して第5代のチャンピオンになっております。2回目が1990年の7月、三沢と三冠王座決定戦を戦って2度目の対冠、そして3回目が92年の1月、あのジャンボ鶴田を下しての第9代チャンピオンについた、あの92年の春でありましたスタンハンセン、4度目の三冠チャンピオンへの復帰をかけます。10分経過、60分の一本勝負、三冠統一ヘビー級選手権試合、チャンピオン川田対チャレンジャースタンハンセン。場外に戦いの場が移ります。本部席前、さあここは何を持ってくるか、ニークラッシャーか、おっとこれはエプロンサイド、ハンセンがむしゃらな攻撃、今度はパンチを打ち込みます。ハンセンの動きは不気味です。さあスリンポイントポジションからタックルです。小本田さん、はい、ここまで10分をご覧になって、この両者展開どうご覧になりますか。そうですね、今のところやっぱりちょっとハンセン選手がちょっと押し気味に攻撃してますよね、はい、ただ要するに連続で攻められないように、川田選手も、効果的にキックを使ってますからね、はい、やっぱり連続で来られるとやっぱりかなりダメージを受けますんで、キックでそれをうまくかわせるっていうところですね、はい、川田はチャンピオン川田としてはこの時間帯攻められてはいるけれども、肝心なところではキックで流れを少しずつ止めているというところなんでしょうか。そういうことですね。さあその川田リングの下です。ハンセンがエプロンサイドから、おっと大股に、おっと飛んできた、ショルダーです。ハンセンもしかしエプロンサイドから飛んではきましたが、この表情、仰向けに倒れています。いや飛んできた瞬間に川田選手が下からキックを入れてますよね。なるほど、そのあたりチャンピオンの川田さすがに動きが読めています。蹴りにはうるさい男です。蹴りの達人川田俊明、31歳、183センチ110キロ。さあ場外線鉄柵のあたり、おっとこれは鉄柵に、川田の鉄柵に DDT みたいな形でした、ね、ぶつけてましたね。しかし川田もここはエルボーで応戦です。おっとハンセンも打ち込んでくる逆水平、そして今度はエルボー、こめかみ、いや額のあたりを押さえてうずくまります。チャンピオンの川田俊明、全日本プロレスのシングルの頂点、史上最強の栄誉と称号、三冠統一ヘビー級チャンピオンに今ついているのは川田俊明。リングの下、悲願のタイトルでありました1982年デビューの川田俊明、デビュー13年目、高校から先輩でした。三沢の後を追いトップコンテンダーの道を歩みまし、三沢との世界タッグダッシュ、そして一昨年の春長世代軍卒業、正規軍入り、ハウエとのコンビで世界タッグを出し、去年のチャンピオンカーニバル初優勝、どうしても届かなかった三冠タイトルを去年の秋ウィリアムスを破って6度目の挑戦で手にしました川田。これで取れなかったら一生取れないかもと臨んで、背水の陣で臨んだあのウィリアムス戦、ついに勝利をしてタイトルをものにしました。そして初防衛成功、今日2度目の防衛戦に挑んでおります川田です。序盤戦、この2度目の防衛戦、チャレンジャーハンセンのペースになっています。チャンピオン川田どうするか、サッカーボールキック2発、スタンハンセン、おっとゲラップと一声声をかけました。ハンセン何を持ってくるか、パワーボムの体勢だ、まずね一発目投げ捨て、パワーボムはスタンハンセンであります。ニュートラルコーナーに持ててかかるハンセン、一方うつ伏せは川田俊明、川田コールが大きくなります。16,300人、超満員の日本武道館、95年最初の日本武道館シリーズです。再び川田を小股に挟みましたスタンハンセン、支柱を見回して、もう一回か、これを振っては危ない、おっとパワーボム、カワーにカワー、カウントはツー、
桃田さん、はい、まずここでハンセンが2つパワーボムを見せましたね。そうですね、あの1回目は投げ捨てで、はい、2回目は完全に自分からのしかかるような形で入りましたよね、はい、そしてそれを川田が受けました。防げなかったんでしょうかね。やっぱりパワーはかなりありますからね、そして今度はニーリフトが川田の眉間から鼻のあたりでしょうか、見事に命中しました。ここで時計は15分を刻んでいます。さっきから結構2位を使ってですね、要するにまあボクシングで言えばジャブみたいな形で、はい、川田選手の後頭部をかなりあれしてますよね。このあたりちょっと川田バランス感覚を失っているかもしれません。ジャブのようなニーリフトがここへ来て効いてきています。チャンピオンの川田危うい。さあもう1回か、足をバタつかせた。おっとこれが見事に命中しています。ハンセンが後ろに倒れました。さあここから川田立ち上がるでしょうか。チャレンジャーハンセン今ようやく起き上がらんとするところ、先に立ち上がったのはほとんど同時、蹴っていった。顔面へのキック、これは見事にヒット。意識朦朧、もう一発顔面ヒット。川田の蹴り、おっとおっとラリアット危ない、こうしている。そしてもう一発蹴った。桃田さんこれですね。そうですね、もうこれが川田選手のやっぱり持ち味ですからね、自分のペースで持ってくにはこれが絶対必要ですよね、はい、そして片目で固めた。ツゆっくりとカバーを解きました川田俊明。そしてハンセンも仰向けに倒れています。今ここで顔を押さえながらハンセンが立ち上がろうというところ、川田の方が先に立ち上がりそうです。ハンセンの髪をムンズと掴んだチャンピオン川田、そして顔面蹴り、こめかみに当たっています。おっとハンセンの突進、ここは打撃系を得意としている両者、左右の蹴りです。乱れ打ち、ハンセンがガクッとサードロープにもたれかかります。腰を落としたハンセン、ここはハンセン意識朦朧、チャンピオン川田の大きなチャンスです。ハンセンのこの表情、しかしハンセンもここは分かりません。なんといっても桃田さん、ハンセンのラリアットはいつ何時飛び出すか分かりませんからね。だから絶対川田選手も油断は絶対できないんですよね。おっとねじ伏せられました川田です。ハンセン顔面を押さえて心なしか元気をなさそうにしていますが、これは分かりません。ハンセン一球の100点連覇の戦術かもしれません。ハイキックが見事にハンセンの顔面を捉えました。おっと焦点が宙をさまよっておりますタン・ハンセン、がっくりとしていますが、さあこれはハンセン本当にダメージを受けているのか死んだふりか。さあまず川田がパワーボムの体勢に入ろうというところですが、ハンセンがこれを返しそう。ハンセンこらえます、ハンセンこれをこらえます。リバースのスープレックスか、川田上がるか、川田上がるか、上がりません。逆に打ち返したのはハンセン、しかし川田が背後からラリアット、そしてエンディに仰向けにバッタと倒れました。キャンバスが揺れます。そして日本武道館の観客が揺れます。さあ川田がカバーに入る、ガツー。序盤戦は川田、そして15分を過ぎてから序盤戦はハンセン、そして15分を過ぎてから川田に流れが傾いています。三冠統一ヘビー級選手権試合、川田2度目の防衛戦です。さあそしてバックドロップの体勢か、ハンセンが膝を落としてこらえます。そしてこれはナックルパートでのパンチです。両者ともに2位ダウンしています。ヘッドロックかハンセン、エルボーを落とす、そしてラリアットかパンチだ。川田倒れるがスクと立ち上がりました。逆水平、汗がしぶきになります。ハンセンも張っていく、そう張った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 、チャンピオン張った。スピンキックはおっとこれは読んでいました、ねじ伏せます。ハンセン、そして今度はパンチです。おお、ハンセンもそのまま勢い余ってロープに持たれて、おっとこちらは川田です。チャンピオンの川田、額からこめかみ、そして胸板まで汗びっしょり、それはハンセンとて同じことであります。ハンセンも大きな息をついています。首を振りました。川田を上から見つめます。スタン・ハンセン45歳、 DDT であります。川田俊明31歳、
さあハンセンが先に立ち上がります。エルボー落とす。おっと岩石落としだ。カバーカウントは2つ。レフェリーは和田恭平です。もう一度カバーカウントは2つです。ここで20分経過です。60分の一本勝負。おっとそして左腕に手をかけました。一撃必殺春の嵐、春の雷、ラリアットを抜くか。おっとおっとこれは蹴りが左腕命中。そして顔面蹴り。桃田さん、はい、今はラリアットに来るところ、腕を川田の蹴りが、蹴りが腕に入ったんですよね。ハンセンの腕に入りましたね、あれはだけど、はい、うまく相手の胸をついたんですよね。そうですね、しかもハンセンにとってはカウンターでダメージを受けた形になりました ね、 もう完全に攻撃に入ってるところへ逆にバーンとキックを受けてますね。これはハンセン左腕を押さえながらリングの外、時計と反対回りに徘徊しております。あそして放送席前、川田はリング上です。ハンセンを視線で追います。さあハンセンこちらです。あ左腕を鉄柵を挟んで押さえていますが、大きく口を開いています。ヒゲの先まで闘志満々のスタンハンセンですが、川田の蹴りをまともに左腕に食いました。殿下の宝刀、あの必殺ウエスタンラリアット、あのウエスタンラリアットをしてスタンハンセンは世界のトップレスラーに居続けております。おそしてあこれはこれは川田が蹴っていきましたが、川田もその蹴った右足を押さえています。まあ、これは両者とも打撃系を得意とするレスラーですから ね、自分が渾身の力を込めて放った拳、あるいは腕、あるいは足、それによる攻撃が自らのダメージを倍化させることも考えられます。さあハンセンを立ち上がらせて、ハンセンの左腕殺し、アームブリーカー、左腕殺しに出ましたチャンピオンの川田俊明。そしてもう一度アームブリーカーです。桃田さん、はい、しかし、まあ、ハンセンと言いますと必殺技はウエスタンラリアット、はい、これまでも数多くのレスラーが左腕殺しをしてきました、はい、今もそういう展開になっていますが、しかしそれでもラリアットを防げなかったレスラーたちもいました。そうですね、まあ、防ぎ切った選手もいますけど、防ぎ切れなかった方が多いですよね、まあ、要するに、はい、ハンセン選手の場合にはダメージがあっても回復力がかなりありますからね。そうなんですよね、またどんなに左腕ダメージを負っていても、おっとカバーしたカウントは1つ。その一瞬痛みをこらえて左腕を振った時に胸部が決するということもありますからね、さあハンセン左腕を痛めておりますが、肩がつくかスタンハンセン、仰向けに倒れている、肩がついた、カウントは1つ。サードロープ、命綱のロープに手を伸ばしましたスタンハンセンです。チャンピオンの川田俊明、2度目の防衛戦に挑んでいます。さあブレインバスターの体勢、スタンハンセンは195センチ140キロ、上背にして12センチ、おっと脇固めに入った、持ち上がらないと見るやすぐさま戦術を変えました川田俊明。これも左腕なんですね、桃田さん。そうですね、もうやっぱり攻撃どころってのはやっぱりその左腕、そうですね、これをうまく攻撃しきった時に、はい、あの川選手の持ち味の要するにフィニッシュホールド、要するに、まあ、あのパワーボムなり、はい、それからストレッチパーム、いろんなものを繰り出せますからね、さあ川田が果たしてこのハンセンの左腕殺しからハンセンのスタミナ、おっと今度は嬉しい逆十字固めに入ろうというところ、徹底的にハンセンのレフトハンドを殺していきます。黄金のレフトハンド、今まで何人のレスラーがこの左腕によって首を刈られたでありましょうか。まさにハンセンの存在、それがハンセンの黄金の左腕。ハンセンが仰向けになって大きく息をついています。川田が立ち上がった、汗が滴り落ちています。そして何を持ってくるか、ストレッチクラムか、ここで出してくるか、これは体勢不十分、
ハンセンなんとか川田を投げ返します。しかしロープに持たれていますチャレンジャーのハンセン。おっと、これは力のない左腕の攻撃、パンチ、ヘッドバット、頭、そして腕、体、肘、膝、足、すべてが狂気のスタン・ハンセン。45歳とはいえ油断なりません。おっと、フライングディールキック、浴びせ蹴りです。25分を経過しました。さあ、クマに入った。60分の一本勝負、25分を経過しています。三冠統一ヘビー級選手権試合、チャンピオン川田俊明、チャレンジャーにスタン・ハンセンを迎えての2度目の防衛戦です。さあ、そしてグラウンドでのストレッチプラムに入ります。しかも左腕をグラインディングしながら、さあ川田、これは完全ではないか、完全ではないか、汗で滑ります。チャンピオン川田のストレッチプラム、そしてそのまま崩れるようにカバーします。カウントは2。川田が大きく首を振りますと汗が2滴3滴まとまって滴り落ちます。ライトブルーの全日本プロレスのマット、顔面蹴りです。下から蹴り上げます。ハンセンは果たして死んでいるのか生きているのか。さあパワーボムの体勢に入るが、ハンセンこれは腰を落とします。両膝を落とした。そして立ち上がろうというところ、川田持ち上がるか、大きく顔を歪めます。力が入ります。チャンピオンの川田、チャレンジャーの川田ではありません。スタン・ハンセンをチャレンジャーにしてチャンピオンの戦いが要求されている川田俊明です。持ち上がりません。カバーに入ります。カウントはカウントは2です。桃田さん、攻められているとはいえ、はい、ハンセンもなかなか川田の好きなようにはさせませんね。そうですね、まあ、逆に言うとそれがまたあのハンセン選手の持ち味っていうところも言えますけどね、相手の要するにその自分技をもう本当にうまく自分の大きな体を生かして、はい、あのこらえてますね。今もハンセンの140キロの体、川田を持ってしても持ち上がりませんでした。このあたりは百戦錬磨、戦いの中から培ってきたものです。決して教えられて学べるものではありません。ダメージを負っていても川田の好きなようにさせません。チャレンジャー45歳のおっとハンセン、川田の蹴りを防いだ。しかしダメージを負っている左腕で防ぎました。そしてブレインバスターの体勢か、川田今度は持ち上げるか、ハンセンもこらえる。さあ打つのはどっちか、あーっと高速のブレインバスター。いや、このあたりのパワーはさすがです。そうですね、引っこ抜きましたね、まあ、あの要するにあのウィリアム選手なんかとまた違ったですね、要するに体を生かしたパワーがありますよね。そうですね。さあスタン・ハンセンが立ち上がりました。先に立ち上がったスタン・ハンセン、バウンドさせて、そしてショルダータックル、一つロープでバウンドを入れました。おっと、これは蹴り合いのような形になりました。双方ともに有効打ではありません。ハンセンが、おー、ドロップキック、肩口に命中、チャレンジャーハンセンのドロップキックです。先に立ち上がるのはどちらか、チャレンジャー、それともチャンピオンか。赤コーナー、川田の突進、ラリアット、ワンとはツー。まあハンセンとしてみても久々のタイトル挑戦、こんなところでおめおめとスリーカウントを聞くわけにはいきません。ボディースラムの体勢、重い重いハンセンの体をボディースラム、そしてニュートラルコーナーから何を持ってくるか、ニードロップか、ニードロップ、ちょっと距離がありました。カバースト、ワツー、これは双方ともに攻めてはいますが決定打がありません。あっと、これも左腕のブロック、ハンセン痛がりながらも川田の蹴りはブロックしました。もう一回蹴っていく、これも左腕のブロックです。さあしかし距離が空くとちょっと危ないぞ、危ない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 、おっとラリアット、
これはこれはあこのラリアットは桃田さん、今のラリアットは振り抜けませんでしたね。振り抜いてないですね、要するにもう左腕に力が今入ってないんですよね。入ってませんでした、ハンセンの必殺技ウエスタンラリアット振り抜けませんでした。しかしこれは体全体を使って140キロの体重を乗せてエルボードロップ片指に収めます。カウントは2。さあ制限時間の半分を経過しました。30分を経過しています。左腕を押さえながらハンセンが立ち上がろうというところ、まずはストンピング、そして距離を取った、危ない川田、春の雷打ラリアットか、おっと蹴っていく逆水平ラリアット、いや逆水平ハンセン、そして赤コーナーにどっかと腰を下ろしています。この距離川田が立ち上がったところ、桃田さん、これは危ないですね。危ないですね、さあハンセン、いつでもスクランブルの体勢だ。あらやったー、ハンセン高熱、情け無用のラリアット。おしかし打ったハンセンが、打ったハンセンが、あーっと、いやいやいや、これは分からなくなった。川田は完全に伸びています。ハンセンが、ハンセンが必死のカバー、必死のカバー、固めた、グーカーブー、新チャンピオン誕生、傷だらけのラリアット3ハンセン、第13代三冠統一ヘビー級チャンピオンは3ハンセン、4度目の三冠タイトルを手にしました。全日本プロレスの頂点に再び帰りたきました、スタンハンセン。傷だらけの左腕から放たれた春の雷打ラリアット、一撃必殺、川田の2度目の防衛を防ぎました。オーブタイムは31分26秒見事なスタンハンセンのラリアットでありました。ハンセン4度目の三冠返り咲きであります。桃田さん、はい、まず試合を振り返ってハンセンから聞きましょうか。やっぱりもう、言うことは一つだったんですね。やっぱり意地のラリアット、要するにもう、要するにハンセン選手とすれば試合開始から最後まで、はい、要するにもう決するまでずっと頭にはラリアットをどこで決めるか、はい、そのチャンスをどうやって生み出すか、それだけだったと思いますよね。まさにそんな感じでしたね、そしてあの最後のカバー、あれだけカバーに時間はありましたが、川田がスリーカウント跳ね返せませんでした、まあ、それだけ要するにもう、彼の必殺技は、要するに一発決めれば、はい、ピシッと決まった時にはもうそれだけの効果があるということですね。そうですね、あれだけの左腕殺しも、やはり川田の左腕殺しもハンセンには通じませんでしたね。そうですね、あの川田にも一言お願いします。そうですね、川田選手は要するに、なんていうんですか、もう攻めは攻めなんですけど、はい、もう一つ自分のペースに完全に持っていけなかった、はい、それからやっぱり、ね、自分の決め技を要するにハンセン選手に打てなかった、最終的にですね、要するにキックは打てたんですけども、要するにフィニッシュホールドとなるような技を要するに決められなかったっていうのがやっぱりポイントだったと思いますね。そうでしょうね、サンハンセン1992年8月に失って以来2年7ヶ月ぶりに3本のベルトをその手に戻しました。スタンハンセン見事に第13代三冠統一ヘビー級チャンピオンに返り咲きました。